背が小さくて受付カウンターにいても見えなかった。右が病室ね。うん、あそこ診察室ね。こちらが入院。待合室で座ってるお客さん。冷蔵庫間違えたとこに置いちゃったな。あ、冷蔵庫が裏返しだわ。まあいいや。え、どうしていけないの。あ、ちょっといけないんだけど。入院です。大部屋です。あれ、あそこ通れないじゃないか。あ、やだ、ご飯が下に置いちゃってある。やだ。通れる。あー、狭い狭い狭いけど、3人部屋。あー、開かない。ちょっと、そして特別室だけど、いや、テレビが反対に置かれちゃってる。最悪。テレビ量がして、市川リリアさん、あ、診察受けてるね、誰か。そこに寝ててよ。誰か入院させる、たくみさんとか。できんの入院。うん、あそこに寝かせたら。ちょっと写真撮りたいの。寝かせれるんだ。ちょっとこれ全然壁ばっかりでよくないね。もういいか、これで。